はい、それでは今日は、カシオのマックス挑戦ですね、こちらのメンバーでやっていきたいと思います。まあ、レジェンドキャラはメインの、クラスチェンジ2までで攻略というところになっております。はい、まあ例によって最初はやっぱりスナイパーキャラで敵の攻撃力を落とすところから始めていきたいと思います。ヘリコプターのこのね、敵なんて言うんだろう、ドローン最新鋭ですね。まあそこら辺を上手に落としていきながら、まあ全艦落としたら、一旦テルルたちは、まあ後ろに下げて、まあママのね、この回復効果も期待しながら、まあ、やっていくんですけれども、相手の攻撃でどんどん HP も削られていくんで、まあ、適当に回復しながらある程度耐え切ってほしいんですが、まあ、残念ながら2人溶けてしまいましたね。まあ、回復を待ちながら次への一手というところで削りはやっていきたいですが、まあなかなか敵の数も多いんで一気には進まないんで、ちょっとずつでもね前に進んでいければいいかなっていう気持ちで進めていっていますと。で、基本的には回復はこの2人ですね、アテールさんとママでが、まあ、頑張ってやっていきたいかなと思ってますけれどもね。まあファルローチさんもなんとなく使ってみましたが、まあ言うほど効果があったかどうかっていうのはちょっとわかんないですね。まあ、結局この発狂モードでね一気にキャラが溶けてしまうんで、まあ溶けても戦えるぐらいのねキャラの厚みでいきたいんですが、まあ現実的には難しいですね。まあ、ある程度もう解けるのはしゃあなしと思って割り切ってやっていくっていうのが大事になるかなと思います。でまあそうこうしてる間にまあ倒せたというような感じで、まあゾンビプレイになってしまいますよね。物量戦でどんどん押してって押し潰すというような戦い方でいいんじゃないかなと思いますね。やっぱりバシーンって腕を叩き落とすダメージですね、あれ8000後半ぐらいですかね、ダメージ当たってるんで、生き残りを考えると、まあ一旦キャラ全部後ろに引いて前行ってみたいな、忙しくなってさらに砲台も波動砲も撃ってくるんでっていうところを考えると、まあ多少はもうキャラが、まあ、やられてしまうのもやむなしかなという、まあそうですね、次へ攻撃を考えるんであれば、あのタイミングで一旦撤収して、攻撃を収まったところで再配置っていうパターンになるのかなと思います。はい、まあ、ゲーム的には全然いやキャラ、自分のキャラがやられても星さんをゲットできるというような難易度というかゲームシステムになってますんで、ガンガン押しちゃえばいいかなと思いますね、物量戦で。といったところで攻略は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございます。また高評価ボタンもいつも押していただきましてありがとうございます。ではまた。
バイバーイ。